セミングっていうのは大まかにあって2つありまして、1つは毛量調整ですね。で1つは質感調整っていう、その2つの効果っていうのをすごく重要してるんですね。で、毛量調整のセミングの使い方、パネルの引き出し方だったり入れる位置だったりと、毛先の質感を作っていくセミングのやり方っていうのは分けて考えている部分があります。求められているデザインにおいてそれを満たしていくためには、もうセリングっていうのはかなり不可欠なものだと思うので、特に日本人の骨格と毛量を欧米人に近づけていくといいますか、まあシルエットだったりを、毛先の質感だったりっていうのを欧米人に近づけていくためには、かなりセニング使いっていうのが核になってきている部分が僕のカットテクニックの中ではあります。で、まあ、世の中的にはそのセニングの、使い方だったりとか入れ方、回数によってどうしてもパサついたりとかっていうことを気にされる美容師さんだったりお客様もいらっしゃるっていう考え方もあるんですけど、まあ、僕の、まあ、今までの数々の実験と検証において、それをそうならない入れ方っていうのをしていくのが一番いいなっていうところですね。で、チョップカットだったりとかスライドカットだったりっていうところでそれを行うこともできるんですけど、やっぱりセニングが一番的確にそれを表現しやすいツールだな、テクニックだなっていうのが僕の最終的な結論にはなってます。ただまあこれから先はもっと新しい方法を生み出すかもしれないですけどね。